14番ホール379ヤードパー4、ティーグランドからグリーンまでホール全体をくまなく一望できるドラコン推奨のミドルホール。フェアウェイの両サイドにバンカーがあったり少し威圧感を感じますけれども、はい、このホールはどういった攻略法になるんですか？左のバンカーと右のバンカーの位置がちょっとずれてまして、はい、並んでるのじゃないので、左のバンカーを越える人は左狙いで、はい、左のバンカー越えない人は右狙いで、はい、っていう攻め方の方がいいと思いますね。ここでしたらセカンドショットはどういうふうに狙っていけばいいんですかね？セカンドショットですね、ここは3段グリーンになってまして、はい、ピンの位置によってすごい難しくなるんですけど、はい、そうですね、横幅は結構ありますんで、はい、まあ、本当ここも距離感を重視して、はい、なるべく同じ面の段に、はい、乗せれる距離感で打ってもらうと、楽にパーも上がりますしバーディーチャンスにもなるということですね。なるほど、はい。まあ、ちょっともうちょっと奥から、ね、戻したかったんですけどね、まあ、安全に乗ったと思います、はい。